カーフェイス。クルドのあまねく闘士たちが最も尊敬の念を抱き崇める最強の男。一騎当選のその力、まさに戦場を駆け抜ける鬼人のごとし。その頬に深く刻まれた傷跡はクルダの英雄の証である。はい、次の人。準決勝、エレラグに銀貨25枚。あっ、全部だ。エレね、ちょっとせっかくここまで儲けたのに、せめて酒場の付け払えるくらいはちゃんと残しておかないと。あたいが負けるとでも思ってんのか。え、このエレラグ様が負けるとでも思ってんのかよ。いや、そういうわけじゃないけど。じゃあ全部突っ込みな。全部だと？バカ言うんじゃねえ。相手はセプティアがおめえ100人がかりでやっとこさ捕まえたドエベーやつだ。どこの馬の骨とも知れねえ飛び入りの野郎になんだ。倒せる相手じゃねえ。悪いことは言わねえからやめときな。あたいってそれほど有名じゃねえのかな。そんなはずないよね。仮にも第59代目のセバールが、あ、綴りが間違っている。エリバグ、シャドウスキルのエレラグ殿とお見受けするが。ほら、ちゃんと分かってるやつもいるじゃねえか。何やってんだよ、後が使えてんだぜ。うせぞ親父。なんだと。なんだよ。やめてよエレネ。どうもすいません。たくよ。なんだかむしゃくしゃするぜ。あんた誰にかけたんだ。いや、俺がかけるのはあくまで己自身。おお、あんたも出るのか。まだあざなも許されぬ一回の闘士に過ぎぬがな。闘士、バールにしては変だ。血と汗の匂いがまるでしない。ほほう。貴公の命俺がいただく。あたいがセバールと知った上での発言なわけね。それが己の使命なれば。あんたの名は？コア・イクス。決勝で会おう。スカーフェイスはどうした？ハイセバールの血が騒ぐのでしょう。おそらく間近で試合を見ているのではないかと。それで何か分かったか？シャドウスキルを襲った密偵の屍を調べさせたのですが、身につけているものは様々な国のものが入り乱れておりまして。正体はつかめぬままか？はい。隣国ソーウルファンの手先か？いや、帝国撲滅論を振りかざす一党の手先か？いずれにせよ戦力を増強せねばならん。そのための闘技祭です。
いつでもクルダは聖戦に赴く準備があることをジュリアネスの方々に見知りおいていただくことも必要かと。うん。ジュリアネス摂政、ギネビア・ハフェシェール様がいらっしゃいました。聖騎士フォルスティス・ロー様、聖王女ギルベルト・ル・ビジュー様、精が出るわね、エリちゃん。エリちゃん、フォーリー、組手の相手はあっちでしょ、エリちゃん。今度その名前言ったらぶっ飛ばす。次の試合、あんたが生き残れたらね。フォーリー、おめえもか。自信があるのはわかるけど、勝てるの？そういうおめえはどっちにかけた？あんたよ。じゃあいいじゃねえか。大金持ちにしてやるから、心配すんな。私が心配なのはね、仮にも第59代セバールの称号を授かった者が負けたとあっちゃ、いい笑い者だってことよ。ありがたい忠告どうも。でもな、セバールってのは負けることなんか考えないもんなんだぜ。エレラグ、59代目セバール。あざなはシャドウスキル、クルダ流交殺法英義の使い手です。意外ですな、あのような若者とは。セバールに年齢は関係ありません。あるのは己の実力のみ。そういうこと。なんという。あくまで実力のみ、品性に欠くものも時には。やるじゃねえか。いい動きだ。だが少々力みすぎって感じもするがな。知り合い？あまり手の内は見せたくねえけど、そうも言ってらんねえか。いける。そうかな。え、うわっ、我は無敵なり。我が影技にかなうものなし。我が一撃は無敵なり。クルダ流交殺法英義ブーメランか。エリバクじゃねえのかよ。
しいです。ところでスカーフェイス殿の姿が見えぬが。はて、お父様に会うのが嫌でまたふらりと旅に出てしまっているのではありませんか。何、あの人の放浪癖は昔から変わりませんからね。エレネ、この調子で優勝はいただきだね。どうだかな。え、ジューマの腕を避けようとして無理な体勢で蹴りを放ってたみたいだからよ、腹の筋でも痛めてんじゃねえかな。エレネ、まったく無茶なやつだぜ。ずいぶん詳しいようですけど、あなた一体。ふん、俺かい。ただの風来坊さ。その時の傷がこれってわけさ。ジューマ捕獲やセプティア家業の勲章ってわけだ。さあ来たぞ、仕事だ。こいつを一撃で倒すとはな、大したセバールだぜ。それ終わったらこっち手伝ってくれ。ああ、まだ息があるわ。これじゃどの道助かりませんよ、お嬢さん。こうしてやる方が慈悲ってもんです。セプティアを続けていけばもっと辛い目に遭うことだってあるんです。まさかあんたたちがエレラグの知り合いだったなんてな。で、エレの弟分ってことはお前もセバールを目指してるのかい？はい、できることならスカーフェイスみたいになりたいと。スカーフェイス？みんなの憧れですから。おかしいですか？いや、俺はクルダの英雄のことはよくわからないが、己を信じていれば夢は叶うんじゃねえか。バカにしてませんか？それよりいいのかい？姉ちゃんが腹すかして待ってるぜ。じゃあ僕先に。あんたどこかで見たような。ただの見物人さ。やっぱ無茶だったかな、あの体勢からブーメランは。やっぱり痛むの？ガウ！てめえ誰が入っていいっつった？着替え中だぞ。あ、ごめんなさい。どうしてわかった？何が？脇腹のことだ。客席の隣で見ていた人が言ったんだ。無理な体勢から蹴りを放ったから脇腹痛めたんじゃないかって。他に知ってるやつは？いないんじゃないかな。僕だって気づかなかったから。そうか。そうでもないぞ。まもなく決勝戦が始まります。どこ行くの？もうすぐ始まるわよ。ちょっと用を思い出しちまってな。また後でな。俺ならば貴公に勝ち、あざなを手に入れることができる。第60代のセバールとしてのあざなを。そのためには手段を選ばずってか。誰にそそのかされたんだか知らねえが、せこいんだよ。実力でも貴公を倒すことはできる。しかし念には念を入れるのが俺の主義。ジュフ、スイレームか。コアイクスが負に問う。答えよ、そは何ぞ。我は電撃電光にては敵を縛る者なり。ガウ、避けろ。遅いわ。ガウ、何人も打ち破ることのできぬ電撃結界。さらに
それは貴公が倒したバーセルクの死体を俺が呪符で傀儡に変えたのだ。奴の肉体は俺の操るまま。どうしろって言うんだ。決勝で俺と戦え。何？大衆の面前でシャドウスキルを倒す。そして俺はアザナをセバールの称号を得るのだ。この栄誉ある戦いを偉大なる王と我らが英雄スカーフェイスに捧げることを我が血にかけて誓う。分かっているだろうな、シャドウスキル。もし逆らえば貴公の可愛い弟はバーセルクによって引き裂かれるぞ。エレネ、望み通り貴様に命はくれてやる。今すぐガウの呪縛を解け。貴公を殺した後だ。コアイクスがフニトン、答えよ。そは何ぞ。我は刃、白き刃、霞のごとく舞い踊り、敵を切り裂く者なり。シャドウスキルの動きが悪い。我は炎、炎の炎、カゲロウのごとく湧き立ち、敵を焼き尽くす者なり。エレがあの程度の攻撃をかわせないなんて。悪いな、カウ。姉ちゃん、お前を育ててやれねえらしいや。エレネーが、僕のせいで、エレネーが。助けなきゃ。エレネーを助けなきゃ。僕だって、スカーフェイスみたいな立派なセバールを目指してるんだから。セバールを目指すなら、お前の大切な人の盾となってみろ。見せてみろ、お前の勇気ってやつを。お前の体に秘められた力のすべてを俺に見せてみろ。このスカーフェイスに。無敵なり。我が影技にかなうものなし。我が一撃は無敵なり。バカな、破られるなんて。エレネ倒して。あいよ、今までの礼をたっぷりとさせてもらうぜ。あそこまで追い込んでいながら、どうして俺が負けねばならないのだ。相手に最大限の敬意を払い戦う。それが相手を打ちのめすことで糧を得るセバールの掟。敬意を忘れたあんたには初めから勝機はなかったのさ。初めから負けていたのか。エレネやったじゃねえか。ふっと、あー反則だ。まだまだだな、ガウ。今日のことぐらいで調子に乗るんじゃねえぞ。一体何があったっていうの？さ
賞金もらってパーッと行くか。ダメよ、借金返すんだから。硬いこと言うなって、勝ったんだからよ。スカーフェイス行こう、行こうぜ。あ、スカーフェイス、スカーフェイス。遅いぞ。申し訳ありません。新たなるバールの視察をしておりましたもので。見せていただきました、第59代目のセバールの力、そしてそれに続く若き力も。はい、クルダの大地にも新たな芽は確実に芽吹こうとしております。必ずやジュリアネス守護のお役に立ちましょう。頼みます。見せてもらったぞガウ、お前の心に宿る真の勇気と力を。何か訳ありのようね。事情だけは聞かせてもらおうかしら。一体その村で何が起こったって言うんですか。ジューマ捕獲隊ファントムが、私たちの仲間が。それで相手は一体何者なの。村の人たちは言ってます。あれは月の王だと。え、月の王ですか。